はい、どうも、シンゴマーティンです。0153ラジオお聞きの皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、またはおやすみなさい。ということで、これから睡眠に入る方もいると思うので、先に、ハイワットホール YouTube チャンネル登録&動画の高評価よろしくお願いいたします。はい、ということでね、喉がカレカレなんですけど、二日酔いでいや、まさかね、自分が家で晩酌をする日が来るとは思ってもいなかったんですけど、普段はね、外でお酒飲むことがほとんどで、家で飲むってことまあないんですよね。で、まあね、夜のお店行ったりもしますし、それよりも最近はやっぱりハイワットホールでみんなで集まって飲むような半宅飲みみたいな感じですかね。もう 家代わりにハイワットホールがなってるんで、なんか友達と宅飲みな雰囲気の時も、じゃあハイワットホールでってなって、そこでまあみんなで、お酒買ってきて飲んだりするんですけど、まあ今ね、なんせかんせ外に出れない状況なので、家でちょっと飲んでみたんですけど、やっぱ週末ということもあって飲みすぎてしまいまして、ちょっと喉がカレカレなのと、あとはね、ちょっと頭がぼーっとしてるというのででもなんかね、ラジオ撮るコンディションではないんですけど、ちょっとこれで撮ってみようかな、逆にと思って、今撮ってるわけですけどね、今は麦茶を飲みながら。皆さん家で何作るはずかね。うちはね、ずっと麦茶なんですよ。麦茶の葉っぱ入れて、容器で作って、水出しの麦茶を常に冷蔵庫にあるような状態なんですけど、まあね、自分で作んないでペットボトルで買い置きしてるって人もいるでしょうし、いろんな多分マイフェイバリット飲み物があると思うんですけど、今ね、マグカップで飲んでます。ちょうど今朝かな、起きて、安倍総理が星野源のね、うちで踊ろう、家で踊ろうか、に合わせて、なんか家にいるようにこう推奨する動画みたいなのあって、自宅でなんかテレビ見たりとか本読んだりとか、まあ、こうやって過ごそうねっていう多分アピールだと思うんですけど、その中でこうマグカップ飲みながら、なんとも言えない表情でみたいな顔してるのがあってそれがもう面白すぎて、なんか、いや、バカにしてるとかじゃないですけど、バカにしてるわけではないけど、なんか面白いなと思って、そう、撮ってるのを見て、ああ、俺もちょっとマグカップで飲んでみようと思って、今麦茶をね、マグカップで飲んでるんですけどね。まあまあまあ、こんな笑い話ですけど、ちょっと気になるニュースで、結構このコロナの、非常事態になってから、まあ、収入減った人もいますし、多分まあ仕事、ね、とか会社ダメになった人もいると思うんですけど、家賃が無料ですとか、今月無料ですとか、家賃これだけ、引いときますとか、半額ですっていう、その粋な計らいを大家さんがしてくれたっていう、なんかこう書面だったりをツイッターに載せてる人が結構多くて、だから今結構ね、大家さんも多分頑張ってはいるんでしょうね。なんとかしてね、サポートしたいというまあ気持ちの表れなんでしょうけど、でも本当になんか理にかなってるなぁと思って、まあっていうのも、今多分ここで家賃が払えなくなるタイミングの人って多分いるんですよ。てか危機に直面してる人もいると思うんですけど、やっぱりこう収入ないと家賃ももらえないじゃないですか。ね、契約はしてるけども、実際ないとこからお金を捻出するのは不可能なので、まあ、それだったら家賃を下げて払えるぐらいの金額でいいから払ってもらって、とりあえずね、だったりとか、あとはまあ
家賃が下がることによって生活が少し楽になるよとかっていう人であれば、まあ、そのまま仕事も継続していけるような状況に少しでもねなっていくでしょうし、それで今この状況を耐え忍んでくれれば後々、平時に落ち着いた時にまた継続的な家賃収入はいただけますし、でまあね、一般の家だったら分かんないかもしれないけど、特に店舗とかねを貸してる大家さんとかであれば、そこで少しでも経営がね続いていってくれた方が長い目で見たら利益になるでしょうし、ちょっとね不動産の細かいところは分かんないんですけど、うん、なんとなく理にかなってるなぁと思って、理にかなってるし人情的にもいい話だし、これはなんかいい動きだなぁと思いながら見てたんですよね。うん、やっぱり生きてくためのお金ってかかるじゃないですか。うん、だからその辺がやっぱり最低限稼がなきゃいけない、最低限これだけ稼がなきゃいけないっていう金額の中に、まあもちろん家賃も入っていて、だから今ね緊急事態宣言が出されて、都内とかのあのネットカフェ難民っていうんですかね、うん、ネカフェ難民とかの人は本当に大変ですよ今。っていうのもあのネカフェ難民の人ってやっぱりあの固定の居住を持たないので、そこのねネットカフェで寝泊まりして生活しているような人たちなので、そこがなくなってしまってね、営業停止してくださいっていう風になっちゃったら行き場がなくなるっていうので今結構ニュースにもなってるんですけど、ね、これそもそもそのネカフェ難民ってあまりいい意味では使われないですけど、これに関してはあのいいも悪いもなくて、それが現状だっていうのでまず捉えておかなきゃダメだと思うんですけど、こんなちょっと知りやすめな話にはなってくるんですけどね、うん、っていうのも生きていく上でかかるお金ってさっき言いましたけど、それってもうもちろんあるじゃないですか。例えば朝昼晩ご飯を食べるお金だったり、仕事へ向かわなきゃならない時に、まあ、電車に乗るんだったら電車賃だったり、そういうものがあの最低限かかってくるわけで、それがないと生きていけないわけじゃないですか。で例えばコンビニ弁当500円のところを自炊して、じゃあ一食100円ぐらいで済まそうかとか、コンビニ弁当もちょっとまあ例えあれだな、うん、最低限の話だからまあパン1個100円のパンか、うん、を食べるんであれば自分で米炊いて、本当に塩むすびでもいいから質素におにぎり作って食べれば一食例えば何十円になるし節約になるって多分多くの人は思ってると思うんですけど、その自炊をするための炊飯器だったり、まあ突き詰めちゃえば電気もそうですよね、うん、電気だったり、まあ、米も多く買った方がお得ではあるじゃないですか。でもその多く買う時ってやっぱり多い分のお金を払わなきゃならないから、やっぱりね20キロの米買うにしたって、うん、それなりにね何千円もかかるわけですし、その初期投資ができないばっかりに、ずっとコンビニで高くつくと分かっていても、出来合いのものだったり菓子パンだったりを食べなければいけないっていう人たちが主な、そうなんですよ、ネットカフェ難民っていうのは。それはいい悪いとかじゃなく現状そうなんですっていうので、捉えておいてもらいたいんですけどね、このやっぱりそういうね局面に立たされてる人だったり、そういう環境でしか生きていけない仕方ない不可抗力な人もいるんですよね、やっぱり世の中で。2015年にネパールで地震があった時に、
僕も、わずかながら支援していて、募金も、お願いしたりね、してたんですけど、そのネパールでレンガが主な産業になっている地域があって、そこでレンガを作って、売って生計を立てているという、まあね、人がたくさんいる地域があったんですけど、そこはもちろん、レンガで家を建ててたんですよ。ただ日本ではもう今レンガを使用するのは NG で、厳密に言うと、まあ、躯体という、柱、骨の部分にレンガを用いるような構造は、建築法上、基準法上を、NG とされていて、日本ではないんですけど、ネパールではやっぱり、まだあって、でもちろんレンガ作りなんですけど、弱いんですよね、地震に。うん。だから家が崩れちゃって、で、崩れて、家をまた建てなきゃなんないっていう、状況になって、で、どうしますかってなった時に、まあ、この質問結構俺するんですよ。どうなったと思うって。で、大抵、頭に思い浮かぶのは、じゃあまた地震来るかもしれないから、今度は地震に強い建物を建てようとか。だったり、じゃあもうちょっとね、頑丈なものを使ってとか、そういう風に発想できるんですけど、実際、じゃあネパールの現地の人がどうしたかっていうと、またレンガで作ったんですよね、家を。同じく、崩れたレンガも集めて、また組み立て直して作ったという話なんですけど、これがどういうことかっていうと、さっきの、コンビニ弁当とかの菓子パンの話と一緒で、構造上地震に強い建物があるっていうのは知ってるんですよ、もちろん。政府も知ってるし、住んでる人ももしかしたらどっかで見たり聞いたりしたことがあるかもしれない。うん。でもそれができないっていうのはお金がないからなんですよ。で、今現状お金はないし家もないけど、どうにか暮らさなきゃなんない。家がなきゃ仕事になんない。やっぱりね、生活していく上で困難だから、仕事にも差し支えがあるってなったら、壊れるとは分かっててもまたレンガで作るんですよね、家を。だからこのことがネットカフェ難民になってる人たちと同じ話で、節約できるのは分かってるし、自炊した方がいい、お金の節約になるっていうのは分かっていても、それをするための最初の初期投資ができないばっかりに、ずっとこう継続的に高いものを買っていかなければならない、コストがかかるものを買っていかなきゃならないっていう現状があって、だから結構今ね、新しく一人暮らししてる人だったり、新生活してる人も多いと思うんですけど、まあ、例えばね、進学とかでどっか地方に行ってアパートマンション借りて、今暮らしてますよっていう人がね、これ聞いてたら、試しにね、親御さんとかに聞いてみてほしいんですよね、どれぐらいお金がかかったのかっていうのを。だ、これから生活していくためのお金、生活を維持していくためのお金っていうのは、多分毎月の家賃がいくらとか、光熱費いくらとかで分かると思うんですよ、自分でも。でも最初に引っ越した時にかかるお金、引っ越し費用もそうですし、まあ今ないとこも多いですけど、敷金、礼金あればそれも最初に払えますし、あとはまあ家具一式揃えましょうってなったら、それも投資もかかりますし、だから多分だけど、ざっと見積もっても3、40、安くてもね、はかかるんじゃないかな、生活を始めるためのお金としてね、考えると。だ、そう考えたらなかなかね、やっぱりお金貯めるためには生活しないといけないじゃないですか。でも生活ね、生活していく中で働かなきゃなんないし、これちょっと俺も頭ちゃんと回ってないな今ね、難しい、ちょっと迷子になってきた。そう、働かなきゃいけないと。でもやっぱ仕事決めるためにはまず住所がはっきりしなきゃなんないっていうのが今の日本の現状なんですよね。別に住み込みの仕事だよとかってあるものもありますけど、やっぱりそれって肉体労働だったり、きついものがあったりして、
じゃあなんかちゃんとそうせめてねコンビニで働きましょうとかってなってもやっぱり履歴書に住所が入ってないと間違いなく雇ってもらえないような時代ですし、ただその生活を始めるためのお金金額を考えるとそれを貯めるのすら難しいという、本当スタートしていくのが難しいんですよねこの国では今現状ね。えなんでこの話になったんだっけああそうそうそう、ネットカフェ難民のね方が大変な状況になるかもしれないというところで、ネットカフェ難民っていうのは一体どういうことなんですかっていうのを知っていただきたくてね。だからそのなんかいろんな事情があるんですよね、うん、ホームレスになる人もそうだし、ネットカフェ難民になる人も本当にいろんな事情があってなってるんですけど、決して努力を怠ったとかだらしない人間ばっかりじゃないんですよね、うん、自分の人生に対してだらしない人間ばっかりじゃなくて、本当に不可抗力でそういう環境に追い込まれてしまった人も中にはいますし、だからもうそのネットカフェ難民がいいとか悪いとかこの議論するつもりは毛頭ないので、ただこういうような環境に置かれた人がネットカフェを根城にして寝床にして生活してるんですよっていうのだけまあ知っといてもらえればねいいかなと思います。はい、すごいなんか大スペクタクルな話になりましたけどまあこんな感じで、今日のね放送もお付き合いいただきありがとうございました。チャオ。